皆さん、こんにちは。エクサイノベーションスタジオ、略してアイズです。アイズでは、パリ、ロサンゼルス、東京拠点として、世界最新のイノベーションの調査分析と事業化を進めております。アイズネットワークでは、グローバルに活躍するビジネスパーソンや、これからグローバルに挑戦したい皆さんに、ビジネスやテクノロジー、消費者トレンド等の最新ニュースと、そこから得られるインサイトを紹介しています。今日もパリの方、健太郎、そして私、東京の磯部理沙の2人でお送りします。カタさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日取り上げるテーマに参ります。今回は、生分解性プラスチックに関する世界の動きに注目したいと思います。欧米では廃プラスチック問題のソリューションとして生分解性プラスチックの活用が進んでおります。ただ実は生分解性と呼ばれている中でも商業用堆肥施設でないと生分解されないものは、結局海洋汚染のマイクロプラスチック問題につながっていたりと、生分解性プラスチックが必ずしも環境に良いわけではないことが、問題となっております。そこで今年の10月にはイギリスで、消費者に誤解を生みやすい表記改善に努めるために、英国規格協会が新たな標準を定めるなど、規制強化や標準化への取り組みが、始まっております。ではこちらのニュースについていかがでしょうか。こちらですが、少し解説いたしますと、ヨーロッパではですね、2015年、から、スーパーとかですね、商店街とかで、配布されるデジ袋、プラスチックのデジ袋が有料化されました。日本では、オリンピックに向けてということもあるのかもしれないんですけども、ご案内の通り今年の7月から有料化になりました。で、世界的に脱プラスチック社会を目指すということなんですが、そこで生まれてきたのが、生分解性プラスチックですね。バイオディグレーダブルということで、これが土の中とか水の中で分解されて、で、土とか、そういったものに戻っていくっていうものが、新しい技術として進化した時代でもあります。ところがですね、生分解性プラスチックっていうのは、どうしてもこう破れやすいとか脆いもんですから、その中に非生分解性プラスチックを混ぜて、で、できるだけ普通のデジ袋のような強さを求めるということをやったんですね。そうした結果、実は海洋の中の魚とかを見ていくと、実はその生分解性プラスチックの中に紛れた非生分解性プラスチックがマイクロプラスチックとなって体内とかに入って、それが新たな海洋汚染になっているということが指摘されたしているというのが背景にございます。イギリスで新しく定められた、生分解性プラスチックの、標準は今後どういった影響を及ぼしていくでしょうか。はい、これはイギリスだけじゃなくて、ヨーロッパのお家芸ともいえることでございます。で、ヨーロッパっていうのは新しい基準とか、規格っていうものを作っていくのは非常に巧みといいますか、もちろんそれの裏付けにあるのは、住民が非常に意識が高くて、新たな問題があったら、政治家あるいは行政が早くそれに対応しなきゃいけないっていう成熟された社会がバックグラウンドにあるのは確かなんですけれども、こういう新しい技術とかっていうことに対して、基準とかですね、標準化といったことを進めるのは、やっぱりこう、ヨーロッパが世界をリードしているっていう事実があります。で、残念ながらですね、そこで日本は、どうしても乗り遅れがちな部分が多いので、そういったところを注視していくことが必要になると思います。なるほど。これまでこう日本が標準化だったり規制に乗り遅れた、なんか失敗した事例っていうのはございますでしょうか。そうですね、マイクにいとまわないんですけれども、例えば、農薬の問題があります。最も最近では、ヨーロッパを中心にビオとかですね、オーガニックといって無農薬がどん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 伸びてるんですけれども、その前にその農薬の基準についても、ヨーロッパは結構厳しい基準を置いておりました。で、日本が、クールジャパンとかそういったところで、抹茶、日本が誇る抹茶をですね、ヨーロッパに輸出しようと。
そういうあの取り組みに我々も、参加して、たことがあるんですけれども、実はその抹茶のお茶の栽培に使う農薬っていうのが、日本ではまあ安全、しっかりと安全が認められてますよ。で、まあ日本人の皆さんが抹茶を飲んでも、まあ基本的には大丈夫なんですけど、実はその EU の登録とか、そういう、認証にしっかりと、まあリストアップされてなかったがために、ヨーロッパで輸入できないという問題が起きているということがございます。そういった話はですね、例えば他の例では、鰹節ですね。ね、鰹節は実は干すときに一応防カビ剤っていうのを塗るんですね。で、まあ当然日本人、まあ、皆さんがもう日常的に鰹節を食べていて、まあ健康被害などは報告されてないわけですけれども、その防カビ剤が EU ではしっかりと認証されてないということがあるので、日本で作られた鰹節は実はヨーロッパには輸入できない。ヨーロッパでは販売できないっていう、まあそういうことが起こっております。そうなんですね。では最後に、日本企業は、まあ、今回のこの生分解性プラスチックに関して、どういったことを、対策していけばよいでしょうか。そうですね、ちょっとまとめのスライドがありますので、そちらに打っていただけますか。はい、まあ、振り返りますけども、プラスチック規制というのは日本ではようやくその、デジ袋の有料化ということで規制を始めたところですが、まあ、ヨーロッパでは次のステージに入ってるっていうことですね。で、まあそういう先ほど申し上げました通り、まあ消費者とか社会意識の高まりがいろんな規制を作ってますね。まあプラスチックだけじゃなくて、例えば、その自動車の EV 化、電気自動車に移すっていうことも、例えばドイツでは2030年、フランスでは2040年、までに新しく売られる車は EV にすることとかですね、そういった動きがあって、どうしても日本がそれを追従する、まあ何年か遅れて、あるいは何ヶ月か遅れてそういうことを、発表するっていう話になっております。で、これはまあ、消費者とか社会意識の高まりだけじゃなくて、その裏にあるのは、その国際的な規格とか規制を作るっていう動き、がセットで動いておりますので、そこに日本の政府あるいは日本の、まあ、業界団体というのは、しっかりと注視をして、そこに言うべきことは言うということをしていくことが必要になると思います。で、まあ最後ですけど、まあそれはですね、まあ規制っていうのは必ずその裏返しにはビジネスチャンスがあるってことなんですね。新しい何かしらのスタンダードが設定されると、それをクリアするための技術とか、工夫をしていかなきゃいけないということでございますので、そういったことをしていくための、まあ、情報の収集、それから、適切なロビング、働きかけ、あるいはそういう新しい技術を、自分たちに取り込んでいくっていうような、ある意味インテリジェンス活動ですね。日本企業は、まあ、もともとそんなに得意じゃないんですけど、それをしっかりと強化していくということが必要になっていくと思います。ありがとうございました。アイズネットワークでは、このような世界の最新ニュースの考察だけでなく、アイズメンバーや欧米のエキスパートとつながることのできる、メンバー限定コミュニティの運営も行っております。詳細はこのビデオの概要欄をご覧ください。では、またよろしくお願いします。ありがとうございました。